よいしょ、うん、あ、時間かかった、よいしょ。で、こう川の伸びもあるから、なるほど、こうでしょ。で、もうちょっと引っ張るか。9、9、うん。で、ここで、うん。よいしょ。はい、じゃあね、縫うのは縫えたので、一旦仮止めを外して、今度グリスでね、うまくやっていかないとダメだから、そっちの方やっていきますね。じゃあ外します。で、今、縫った状態でこれだから、縫って、ないところにきれいに入れて、まずこっち側にこうくっつけて、あ、ここ仮止めしとかないとダメ。これどの穴だったっけな、これ遠い穴だったな、これこの穴かね、これこの穴だから、これが唯一こっちで止まってるところだな。あとはきれいにつければなんとかで、ここ仮止めしてね、あ、全止めしてね、後でね、うん、よし。じゃあこれでちょっと待ってください、グリス温まるまでね。はい、じゃあね、グリスも良くなってきたので、グリスまず入れてね、止めていきたいと思いますね。で、こっち乗っちゃえばいいから、とりあえず止めてね。で、必要なところをまず、あ、くっつけといて、で、これ、ここ穴、よし、ここね、で、くっつくか。で、シワのないように伸ばして、伸ばして、よいしょ、よいしょ、これで、おお、いけそうだな。ね、くっついた。ね、上にね。で、今度下に入れる前に塗っとこうか。ここ止めとかないとまたずれそうだもんな。今のこういい感じのところで、まあ軽く止めるだけでねいいと思うんだけど、のみさん、これいいです。でね、終わったらね、
こうくるくるってやって、で、よいしょ、ここの中にポイポイって入れて、で、くるくるって、ね、ありがとうございます。幅が広がりそうです、またね、仕事のね、ありがとうございます。キュッと、あ、こっちに入れて、待って、はい、これでいいはずだぞ。この穴だけね、押さえといて、うん、オゲオゲ。ほなら、これ本当はちょっと置いときたいけど、この穴入れずれるの嫌だから、このこれの、およ、これだけ通そっか、これだけな。で、2枚。で、こうです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 。はい、じゃあ、あとレース戻すだけですね。はい、いいと思います。もうすぐね、週末使われるということで、がっつりオイルつけるわけにいかないですけど、最低限19面のところね、はい、もうこれカッサカサでしょう。ちょっとつけとかないと、また裂けちゃうと嫌だから。はい、なんとなくね、ボールには、まあ、2、3日経てば油つかないと思うんだけど、まあ、最低限の捕獲しかできないよね、がっつりはね、うん、やっときました。ありがとうございました。